で、2ちゃんで見たさ、俺が創作だと思う話。まあ、主がね、その、スレタイ、スレタイってか主が、もう、ニンニクめっちゃ好きで、いや、今まであんまり食ってなくて、もう、この中にも俺の創作混ぜるわ、みんな。もうあんま覚えてないから、そう、話の大体のね、流れ掴んでくれたらいい。で、主がいまして、その主ね。で、自分があんまりね、食べたことなくて、ニンニクがね。で、そこで、ま、飲み会がなんかでさ、こう、焼きニンニクあるじゃん、居酒屋でさ、焼きニンニクで、あ、ニンニクのホイール焼きね。それ食べて、もう衝撃受けちゃってさ、うまーってなった。で、家帰るとさ、で、なんと、嫁さんがね、ニンニクがめちゃくちゃ嫌いで、匂いがね、なんか、ニンニク食べたでしょ、私とニンニクどっち取るよみたいな感じで、ね、あ、そうで、昨日銀魂のさ、最終回みたいななんか、見たんだけど、開幕がドラゴンボールの映画のやつね。全く意味わからなかったわ。途中で見るのをやめました。やっぱこれ銀魂のため第1話目から見ないといけないなと思いました。はい。で、なんで来なかったかって、こうなったかというと、まぁ、ちょっとカグラを思い出したってさ、なんか話し方がさ、なんかね、そんな感じやんな、カグラって。とりあえず銀魂のね、なんかわからんかったなっていう話。はい。で、話しとこう。そうで、ニンニク嫌なわけよ、嫁さんがね。で、食ったらすごい怒るよね。だからもう食えずにいたんだけれども、で、嫁さんがね、まあ、ちょっと、里帰りするみたいな感じで、まあ、自分の、まあ、親なんかちょっと体調悪いから、ちょっと、ま、世話しに帰ると、田舎にね。で、これ、やった解放された、嫁が戻ってきたら、もうニンニク食えないから、一生分のニンニクを食べようって決めたらしいんですよ。で、ニンニク多分、何キロかな忘れたけど、もう毎日毎日ニンニク。ね、会社に行っても、まあ、そうしたらさ、もう、臭いわけよ、体が。もう毎日毎日ニンニク食っちゃってるから、臭いんだよね。おい、これ、ハンタ来る、ハンタ来る。無理だよ、ここにハンタ来たら。みんなどうすんの、これ。あ、いいえ。あ、いいえ。じゃ、そういうことです、はい。一生分のニンニクを食ったらしいんですよ、みんな。やばくない？あ、タグ？あれ、あいつさ、あれするかもしれない。気をつけて、みんな。あいつ、あれするかもしれない。鬼没。長い板で駆け引きしてみんな、長い板で、こいつの。出たよ、囲みマンモス、囲みマンモス出たよ、出た、囲みマンモス。はい。囲えないマンモス出たよ、囲えないマンモス出たよ、みんな、囲えないマンモス。旦那様、こっち、この短いところ行くの好きなんだよね。実は。めっちゃ好きなんだよ、ここ。みんな、ハンターがいない、みんな、ハンターいない、ハンター、ハンターめっちゃ、ハンター置き去りにしちょる。ハンター置き去りにしちょる剣について。で、この短いところに行くんだよね、旦那様は。はい。で、また囲うからトーク行きます。ね。ハンター囲ったらトーク行く。はい。はい、倒す！あー！よろしくな。はい。で、距離取るからこっち行くわ、俺。うん。よっしゃー！ナイスー！いやー、もう仲間たちをすべて活用していきの、墓場に行きの。うわ、ハンター来たよ、ハンター来てる。はい。ハンター来てるよ。一生分のニンニク食べちゃったわけ。で、どうなるか。で、これ鬼没来るかもしれない、みんな。鬼没。これ鬼没来んかった。はい。すべてをね、すべてを俺は予測してる。わー、書こうとしてる。書こうとしてる件について意味ない。はぁ、踊り子ちゃん、次の暗号機やってるね。で、ニンニク3キロじゃないか。1日700グラム食べたんかな。なんか嘘っぽいやんか。ね、いろんな食べ方やったんよ。もうホイール焼きとか、焼きとか、で、もう会社で飲み会しても、焼き鳥とかじゃない、もうニンニクの焼きとかいっぱい頼んだわけ。うん。で、すごい臭いのよ。で、同僚にも、まあ、後輩の女の子にも、ちょっと先輩、臭いですよ？みたいな、どこが臭いんだい？みたいな、なんかそんなやりとりしちゃって、まあ、本当かどうか僕はわかりませんけど、うん、ね。うわぁ！じゃあ！はい。てかさ、あいつ俺のたまたまでさ、あれなったわけよね。俺のたまたまであいつなったよね。多分。なったでしょ？俺のたまたまで。よろしくよ、行け、わははははおーいえーい。
おーイエーイ。よし、いける。よっしゃバカだから、どうせバカだからあいつ。うわっあー、面白い。あー、面白い。この短いとこでやれないから、遠く行くよ、みんな。はい。どこ回っとん、あいつ。あいつ回りすぎてさ、自分でもどこにいるか分かんないでしょ、俺のこと。雑魚すぎる。セイバー、ランザー、この手に下るか。サムライ、この手に下るか。我の名は、チンギスカンの孫。お前たちが、剣を磨いたが、我々は、お前らの言葉を学び、お前らの礼儀を学んだ。侍、下るか。いきなり、ゴースト・オブ・ツシマみたいなやつをやるやつ。はい。違う、たまにもやられた。見失ったな。で、話戻りますね。ニンニクの話ね。もうこれ創作は食いすぎやろ、みたいな。先輩、臭いですよみたいな、なんか言われてさ。こうしたら。で、まあ、とりあえず、まあ、嫁さんが帰ってきたわけ。で、すごい、もう、見たらもう、すごい無言なわけ、嫁さんが。もう、わ、ニンニク食べてるから、もう、これ怒られるってなって、嫁さん何にも言わずに、冷蔵庫開けて、なんか作り出したわけよ。ね、いきなり。わ、これ何なんだろう、怒られるみたいな。まあでも一生分の、ニンニク食ったから、この人生に悔いはなしとか思いながら、で、嫁さんがね、来た時に、こう、ニンニク持ってくるやん。で、そのニンニク持ってくるやん。ニンニク料理だったの。うん。そのなんか、この世界で一番ニンニクに合う料理みたいな、それを作ってくれたんやって。で、食べたら美味しい、めっちゃ美味しかったっていう。で、なんでニンニク作ってくれたんだ、あんなに嫌いだったのにってなると、里帰りしてなんかさ、自分の親のさ、面倒見たんやんか、体調悪いから。なんかね、その親がさ、ニンニク食べて、めちゃくちゃ元気になったっていう、ね、ことを、まあまあ、なったらしいんですよ。で、それでは、ニンニク食べてもいいんだなーっていう、みたいな。っていう、ニンニク体にいいから、もう、で、二人ともニンニク好きになったっていう、なんかクソみたいな話。やばない?これ、創作じゃね?俺がうろ覚えした話に、まあちょっといろんなね、まあ、ね、突き出しをね、やったんですけれども、ちょっとなんか創作っぽくない?ちょっと気持ち悪いなっていうね。はい。最後まで俺は聞いたけど、そのゆっくりを。一応、二歩、シェイシェイ小籠包とビリビリ通底、このダボルはね、ダボルは、何?もうグリフォンで、もう一人のさ、ヨルヨル子はすごいうざい。っていう、傭兵さんがいらっしゃいますけれども、真ん中陣取ってる人ね。この人の、ランクを見てなかったな。で、私はマンモスですね。で、この状態で当たるハンターはおそらく、フラライでしょうね。で、ない3つアニメあるけど、映画の方は、腹割りのニンニク大丈夫な?大丈夫でしょう。大丈夫ですよ。ニンニクは大丈夫。ハンターすぐ来ますからね、皆さん階段の方に行きましょう。階段の方に行くと見せかけて、実は私はね、階段の近くで、ま、ハンターを待ち受けると。これ使い切れるか?大丈夫か?いや、上に行くべきだと思うな、俺は。皆さん、ハンターも来ません。よろしくお願いします。うわ、魔女かよ。マジか。これ、もし来たら俺死ぬな、みんな。来たら死ぬな。どうしましょう。逃げれるとこないよ。このランク帯で魔女ってなかなかやな。いや、なかなかっていうかもう普通か。だって今、当たる相手がフラライとか下手したら、なんやっけ?みんなもうグリフォンの 90% だからね。グリフォンの 90% ってもう相手がゴリラ。何?ドンキーコング?あれ何?みんなキングコング?あれ何なの?フラライの、フラライって何なの?そもそも。誰かフラライ教えて。ハチって何?みんな正式名称教えてみんな。勇士、ヘラクレス、ユニコーン、グリフォン、鹿、鹿は鹿でいいの?誰か、今すぐ、ハンターと、サバイバーの、そのランキングの、ランクの、正式名称を教えてくれや。俺、ついさっきプレデターの、何?怪奇選手の階級あるんですよ。ちょっと中国語で見ちゃったから分からなかったけど、巡視者って何?みんな、正式名称を教えて、巡視者。
日本語。殉死者は犬か。あ、犬魔女ですね。ナイスチェイスだね。やっぱこのレベルになるとね、犬一匹、一匹というか、寄生一匹じゃね、倒すのに時間かかるんでしょ。寄生っていうか本体やな。で、あそこ行くと下手したらね、ハンター詰めて、俺を寄生してくる可能性があるから、この白玉を、この白玉射程短いですね。な、思ったよ、俺は。短かったな。よっしゃ。このたまたまの、このボタンをさ、真ん中にね、移したいです。はい。みんななんでか教えるね。で、これ、バッツマンは右か左。いや、右だね。右の方がいいんですよ。で、バッツマンってさ、後ろに振り向きながらハンターを攻撃するやんか。で、後ろ振り向くためには、前向いて溜めるやんか。で、まず、ボタンタップするやん。ね。右のこのボタンをタップするやん、スキルボタン。で、バッツマン後ろ振り向くために、左にスライドさせるやろ。で、スライドするこの空間が長いから、めちゃくちゃ可動域が広がって、後ろ振り向けれるんだよね。で、このキャラってさ、多分、バックしながら、この雪玉、なんやっけこれ。アスベストや。アスベスト、これを投げるのに後ろ振り向きながらやる、多分ね、そこ少ないと思うんだよね。だから可動域欲しいから、前に向けてのね。だからね、真ん中ら辺が欲しい。真ん中ら辺に置いてくれたら操作しやすいのに。これ調節できないの、スキルボタン。できたかも。え、待って、ちょい待ち、みんな、傭兵ちゃんが救助したんですか。いや、ジュージューちゃんが2波をシェシェシャオロンポーが救助して、こんなに長く持ったらすごいな、あのダブル。規制を今外してる状態でございますと。じゃあ、ジュージューちゃんが救助しに行ったの全然見てない。でも、ジュージューちゃんも解読している件についてなんだけれども。はい。傭兵とジュージューが一緒に解読してもらって、うん。うわ、暗号機寸止め完了してまうやん。やばくね、これやばすぎなんだけれども。はい、ハンターが極限死を追ってそのまま終わったなんだけれども、はい、助けに行きますなんだけれども、通電なんだけれども、すごいんだけど。続いてのコーナーはこちらです。で、ここにね、あれがないわ。やばい。あ、鬼没使ったならば、それハンターも来ないね。鬼没あるからね、その距離ね、与えなければいいよね。距離といえばさ、あのボクシング、みんな井上尚弥選手知ってるでしょ。あれめちゃくちゃパウンドフォ、POP だっけ、みんな。あれパウンドオンパウンドやっけ、みんな。パウンドオブパウンドやっけ。あれすごいよね、みんな。あれ、うーい、よし、うっ、うっ、ナイス。あれ、フララエと当たると思ったらね、食べたいでした。パン、チャンネル、パラク、今夜チャンネル登録、はーい、登録、高評価、登録&高評価、はー、登録。